皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そしてこのタイミングでなんと新たな情報が明らかとなりました。ですので今日の動画の内容としましてはそちらの情報を確認していきましょうか。そしていくつかトピックスがございますので順番に紹介していきましょう。まずはこちらをご覧くださいと。で、具体的な内容としましてはこちらとなっておりまして、なんと明日夜6時55分まで24時間を切ったその時、黒いレッグーザが夜空に出現と、アニポケ24時間カウントダウンスタート。こちらの街頭ビジョン放映はすでに終了しています。いやー、これは大変なことになりましたね。マジで言ってんのかこれ。しかもこれさ、リアルで街頭ビジョン放映が行われたってことか。マジで言ってんのこれ。これすごいっすね。で、つい先日公式からこのような形で26年ぶりの旅立ちまであと2日、明日何かが起こると、このような告知がございましたが、その内容としましてはどうやらこちらっぽいっすね。で、9時15分にツイートされた内容となっておりまして、こちらかなり話題となってます。で、このことからですね、やはりこの黒いレッグーザ、具体的には色違いのレッグーザで、なおかつテラスタルしていると。で、このテラスタルっていうのがパルデア地方特有の現象となっていて、やはりこの黒いレッグーザがこのパルデア地方において何かしらの有力な情報を握ってる可能性が極めて高くなりました。まあ、アニポケとこのゲームの本編が具体的にどれぐらいリンクしているのかっていうところは謎な部分がございますが、ただ過去のアニポケとかを考えると、まあ、結構リンクしている部分はあるのかな。まあ、そういったところを考えますと、まあ、さすがに無料タイトルアップデートで追加って形にはならないと思うけど、ただ有料ダウンロードコンテンツで何かしら絡んでくる可能性は高そうですね。まあ、ないしは映画の特典かな、映画の特典でやってくるみたいな、そういった流れになるかもしれませんね。まあ、どちらかというと映画の特典としてやってくる可能性が高そうだけど。で、このポケモンの映画っていうのが確か2020年2019年、まあ、どっちか忘れたんだけどさ、そちらを最後に放映されてなかったと思うから。で、今年はですね、ポケモンの映画が約3年ぶりに公開となるんじゃないかということが言われてるんで。で、ポケモンの映画って大体ですね、伝説のポケモンないしは幻のポケモン、さらに超レアなポケモンの限定配布が行われることが通例となってるから、まあそれを考えると、まあ映画の特典でやってきそうな感じもするし、どうでしょうか。ただ有料ダウンロードコンテンツとそもそもね関係がなさそうな感じもするし、どうなんでしょうね。まあ無料アップデートなのか有料ダウンロードコンテンツなのか、ないしは映画の特典なのか、それとも普通にやってくるのか分かりませんけど、ただ限定レイドバトルでレッグーザがやってくる感じはあんまりしないからな。果たしてどうなるんでしょうか。ただやっぱりテラスタルしてるっていうのがすごい気になるよね。ただ少なくともこの黒いレッグーザっていうのが今回のアニポケにおいて相当重要な役割を果たすことはほぼ間違いないと思いますから、これはねアニポケも一応見といた方がいいんじゃないかな。まあ、そんな感じがしました。ただ24時間切ったその時っていうことで、具体的にどのような情報内容が出てくるのか非常に楽しみですね。4月14日運命の日ですよ。まあ、この動画が何時ぐらいに出るか分かりませんけど、多分朝一か昼ぐらいには出るんじゃないかな。まあ、そんなところでとりあえず4月14日の6時55分待っておきましょう。いやー、けど皆さんはどう思いますか。ただツイッターとか見てるとやっぱり
トレンドにレッグーザも入っておりまして、多くの注目を集めているのが今この話題かな。ただある意味ですね、相当大ニュースではあるよな。はい、まあとりあえずね、続報は4月14日にやってくるかと思いますから、もし何かしらの情報が公開されましたら、こちらのチャンネルで取り上げていくので、ぜひよろしくお願いいたします。で、次の話題行きましょうか。で、次の話題っていうところですが、なんとこちらラプラスのイベントがまたまたやってくるそうです。で、このフリーザーのマークがね、非常に気になるところですが、果たしてどういう意味でしょうか。これフリーザーもやってくるってことで、ポケモン GO の世界でこちらやってくるみたいで、確かポケモンユナイトでもね、ラプラスってやってくるんじゃなかったっけ。まあそういったところでラプラスラッシュでございます。で、次、ポケモンスカーレットバイオレットダウンロードコンテンツで地域ホームを受け取りたいポケモンは、どちらのダウンロードコンテンツもパルデアの外で行われるようですが、それでもパルデアンホームと呼ばれますか。ああ、なるほどね。まあリージョンホームのパルデア版みたいな感じか。まあパルデアの姿どうなんでしょうね。まあちょっとそこについては分かりませんけど、果たしてどうでしょうかっていうところで、ダウンロードコンテンツ結局お前らはいつ出るんだって感じですよ。結局なんかダウンロードコンテンツに関しては海外であったりとか、まあ国内も含めて様々なところで取り上げられておりますが、まあ結局音沙汰ないというか、まあ公式枠秋にね、前編が出るということですね、情報として出しておりますから。まあやっぱり秋にならないと実装されないっていうところと、で今月ね、俺的にはポケモンダイレクトがやってくるんじゃないかなと思ってんだけど、もしかするとこれ6時55分のタイミングでポケモンダイレクトが急遽放送になる可能性もあるかもしれませんね。果たしてどうでしょうか。まあどちらかというとポケモンダイレクトがやってくる可能性の方が高いのか、なんかそんな感じがしますよね。どうだろう、けどやってきそうな感じもするし、どうなんだろうか。なんかそのアニポケの記念みたいな感じでポケモンダイレクトが発表になるみたいな。で、週明け月曜日か、4月14日の23時ぐらいからポケモンダイレクトみたいな感じになるんじゃないかな。なんかそんな感じもするけどね。で、今回アニポケの記念としてダウンロードコンテンツの続報が出るみたいな。なんか結構綺麗な流れだから、なんかそんな感じにも思えてきますよね。まあ来てくれたら嬉しいなって感じでございます。ただ、さすがにね、ポケモンプレゼンツから、このポケモンの有料ダウンロードコンテンツの情報が全く出ておりませんので、まあ、そろそろ出てもおかしくないよね。はい、まあ、そんな感じでございます。で、あとですね、ポケットモンスタースカーレット・バイオレットの次のオンライン大会で、グローバルチャレンジ2023-2で3戦以上に参加して、獲得したキャンバスバックパック、なんかもう日本語直訳されてるからとんでもないことになってんな。で、グレートボールのデザインの、リュックかな、これはバックで書かれておりますがリュックですね、こちらが、限定配布されると。で、そちらの公式スクリーンショットが公開となりました。まあこれがですね、欲しいかって言われると難しいところはあるかもしれませんけど、まあ一応ね、限定品となっておりますから、もし気になる方はね、ぜひゲットされてみてはどうでしょうか。で、それとは別にですね、こちらは、他の動画でも取り上げようと思ってるんですが、ポケモンの、日本一を決める大会、ポケモンジャパンチャンピオンシップス2023の特設ページが公開されたと。で、ポケットモンスタースカーレットバイオレットで戦うゲーム部門は、公式予選のエントリー受付中、出場方法や開催日程をチェックしようと。まあ、このような情報も別途出ております。で、こちらもですね、かなり大きな情報となっておりますから、もし気になる方は、各自でご確認お願いします。で、さっき取り上げていた、ポケモンジャパンチャンピオンシップスの、2って言ってたやつは、こちらのことを指してますね。で、こちらも大きな情報となっておりますから、また別途ですね、他の動画でも取り上げていきたいと思ってます。で、こちらに関しては、第2回目となってますね。
まあ、そんなところで続々と新たな情報が出てきているわけですが、皆さんどうでしょうか。いやーけどかなり楽しみですね。ポケモンユナイトでもラプラスやってきて、ポケモン GO でもラプラスがやってくると、で SV においてはなんと日本一を決める戦いが行われると、でさらにアニポケにおいてはテラスタルしているレックウザが急遽こちら公式から情報が出てきて、いやーこれは期待しかできないねという内容ですよ。まあそんなところで今日の動画一旦終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃの。